ゆんぴーチャンネルでございます。さあ今日はですね、こんなピーナッツさんですああてっちゃん隠れてなんだよ、おいてっちゃん。さあ今日はですね、4時じゃないですね、6時5分からですね、NHK の生放送に出ますんで、はい、それで事前にリハーサルということでですね、ちょっと早めに私たち開けております。あ、これぐらいですね。あ、ここは多分帰れると思うんで。あら、帰れないですね。あれ、怖いっすね。あれ普段休みなんでね。そうなんです。そうだ。普通に平日だと思ってました。ごめんなさい。どっから入ったらいいですかこれ。フロア、警備員さんじゃないですかね。貧乏かなんかしたらいいのかな。あ、今行きます。はい、お願いします。すみません。あ、そんなことでですね。空いてなかったんで、空いてなかったです。ちょっと待ちという感じなんですけど。てっちゃん君、今日どうですか。今日の意気込みの方は緊張してます。緊張してますか、はい、はい。でもね、必ず出れるっていうわけじゃないですよ。これリモートでね、出演する感じなんですけど。あ、そうなんですか。はい、なんか質問されたりするんで。じゃあ質問されなかったら最後まで出ないってことですね。そうなんです。それが秋の陣なんですよ。秋の陣は、はい、我々一回も当てられることなく終わりましたんで。マジっすか。はい、じゃあここでその収束しますかね、確率が。そうですね、はい、はい、これはね、俺もこれつけた方がいいってことですか、これ。ああ、もちろんですよ。顔がでかくて入れないかもしれない。いや、絶対入る。俺でも入ってんだもん。あ、大丈夫です。あ、いいっすね、これ。はい、こんな感じ。スーピーナッツで。はい。マークはちょっと遅れてくるそうなんでね。スーピーナッツでいきたいと思います。スーピーナッツでいきましょう。はーい。来ないっすね。変質だと思って開けてくれないもん。もうこれ、普通に考えて、この人いたらもう完全にやばいやつですよね。やばいやつですよ。完全にやばいやつですよ。あ、早川くんが登場しましたんでね。もうしっかり、こっからもう行きますよ、早川くん。我々は。しっかり。なんで白い目で見てんだよ、君。我々はもうあれですよ。こう少しでもアピール、もう。やっぱりつけてますから、ね。なんか絶対あれだよ、絶対もう。なんかもう、なんか関わりたくないみたいな感じ。関わっちゃいけない人だって言ったらなんで。なんだろう、もう。ね。そして、じゃあ我々ピーナッツで。はい、そしたら、これ名前書くんですかね。あ、いつもの部屋ですね。よし、そしてことでね、今日は土曜日ですから、本当は役はね、お休みなんで、なかなか土曜日のその役場に入れるんで、以外ですからね。え、そこから来てないわ、君。変わってますからね、時代は進んでますからね。今前は消防署から歩きました。あ、ね、そう、今まではね。今日も普通に消防署行ったら、藤君、アプに行ったら、あれ？あれ？お邪魔します。あー、どうも、ピーカツ。ピーカツは、今日はないんだよな。ゆでピーだな。はい、今ですね、北海スタジアムの、リハーサル中でございます。でん、早川くんが、頑張れ、メムロピーナッツ、一番目立てということで、メムピーのキャラクターもね、書いていただきました。今いろいろとちょっと作戦を練っているところでございます。